まあ、パーソナルトレーナーとしてこの、ね、生成 AI を活用していくっていうことに果敢にチャレンジしていく、トライするっていうところは相当試されると思うんだよね、うんうん、各5人が違うことやっていてアウトプットがかける10とかになるんですよ、うん、おここがすげえと思うんだよ、うんうんうん、それって AI の力じゃないんですよ、これ使い手として、うん、僕らのこの数ヶ月で相当進化したなっていうこと、うんうんうん、のスピードがやばくないですかっていうことで、うん、やばいこれ本当に僕はもう0から1っていう、うんうん、記事を0から再生するじゃなくて、うん、これちょっと良くしてねっていうレベルで始まって、それが0から1っていうコンテンツを0から突き上げるためのプロセスと、うんうん、それが多分僕の例えば2、3日かかってたものが、うんうん、要は、1時間2時間でできるっていうことになって、うん、でソッシーが言ってることって、うん、それ以上に、うん、多分1週間かかってたことが、うんうん、多分今の話だと多分3時間4時間でできるようになったとか、うんうん、っていう時間軸っていうと短縮の生産性っていうこと以外に、うんうん、はい、自分がそこのプロセスの中で進化しているっていう話、それって、うん、ツイッター俺苦手なところを、うん、なんか補うっていう、うん、そのツイッターの部分って面白いなと思っていて、うんうん、それ実は俺も同じ で、うんうんうん、でコンテンツマーケティングやる上で、うん、SEO のキーワードリサーチして、はい、これが多分、はい、引っかかるだろう、サーチで引っかかって流入が多くなるだろうっていう前提とかで動いてコンテンツを、うん、まあ、なるべく賢くアウトプットするように頑張るじゃないですか、うん、はいはい、だけどそれだけじゃダメですよね、結局そのコンテンツも Google 内だけで見られる、要は、うん、ランクするでその流入がどのくらいあるのかっていうのをいろいろ見込んでデザインしていく、うんうん、だけどちゃんとコンテンツマーケティングファネルのもっと上からやってる人たちってそのコンテンツできたら、うん、ちゃんとそれを見られるように、うんうん、アテンションだからその自分たちのオーディエンスがいるところに配信していく、うん、通知していくみたいな、うん、あると思うんですよ、はい、なのでアメリカだと LinkedIn とか Twitter とか、うん、Instagram とかいろいろあると思うんですけど、はい、YouTube とか、うん、でそこに結構多くのマーケターってなんか、うん、野球選手みたいにヒットも打てれば投げて走れる選手ってそんなにないんですよね、うん、一郎みたいな選手っていうのは、うんうんうん、はいはいはい、なのでそこも一人の人間が重かったなっていうところもできるようになったっていうところ、そこの精度もなんかこうトレーニングしなくてもちょっと賢く動けば精度がすごい変わるっていう、ちょっと動かしただけでアウトプットがすごい変わるみたいな、すごい生産性の高い工場ができたなっていう、である意味その苦手だったところに自分たちが入れるような領域になって、一人の人間の生産性が上がったとかだけじゃなくて、うん、今までこうおろそかになってたそのマーケターとしてのやるべきこと、うん、はい、苦手だったことっていうのもチャレンジできるようになったっていう、うんうん、ここ結構意外とあんまみんな喋ってないんじゃないかなと思っていて、うんうん、まあ、僕の勝手な憶測っていうか、うん、勝手なうん、コメントですけど、うん、YouTube とかで AI のこと見ても、うん、はい、メディアが取り上げてるトピックとか見ても、うんうん、機能のこととか、はいはいはい、これで仕事がなくなるとか、これで儲かったとかっていう話多いんですけども、うんうん、なんか生産性上がる以上に自分のその、うん、なんかできなかった領域にチャレンジできるようになったっていう話ってあんま、うん、はいはい、おそらくあるんだろうけど、うん、あんま聞かない。うんうん、でその結果じゃあビジネスなんで。なんか変わったんですかってなると、うんうん、ソッシーの場合は多分生産性が上がったことで配信するコンテンツが増えた、うんうん、質のいいものを担保されながらもできるっていうことで、うん、はい、その売上に対するそのアウトプットの単価、うん、はい、ROI が良くなり単価も低くなるっていう、はいはいはい、コストの単価ね、うんうん、そうするとビジネスにとってはすごく美味しいっていうことになりますよね、うん、そうね、うん、うん、で組織っていう人間はいらなくなるとかじゃなくて、むしろそういう人間増やしておかないと、うん、もっともっとアウトプットの結果が増えるっていうことの、うん、イコール売り上げが上がるっていう、はいはいはい、うん、でそれをまあリードジェネレーションのファネルのメトリックスに置き換えると、うん、ではインプレッションも上がってターゲットに対するインプレッションも上がって、うん、クリック率エンゲージメントが上がる、はい、その結果、はい、LP に人が来て読んでくれて、うん、なんだっけ、お問い合わせが増えるみたいな、うん、ニュースレターのサブスクライバーが増えるみたいな、うん、
で僕もなんかそういうちょっと意識してちょっとやり始めたんですけど、うん、結構気持ちいいっすよね。そうね。いやこれなんか収録のネタからじゃ若干脱線するけど、ちょうどこの収録をしている前の1週間、なんかクリスのツイッターの運用がなんか再開されたのか、毎日ズームメトリックスのツイッターアカウントの通知が僕のところに届くようになってて、うん、いやなんかクリスもツイッター確か苦手だったはずなのに、ちょうど僕も1週間前にクリスのこのラジ歴のツイッターの話をしたことがきっかけになったのか分かんないけど、なんかクリスもなんか新しいチャレンジしてるっていうところは僕も気づいてた。そうそうそう、みるみるデータ変わってくんだよね。あれこれすげえ、あれ面白いよね。いやデータの話するともうこっから先僕らの話の日は止まら、あの、ね、止まらないんだけど、ことラジ歴のツイッターのアナリティクスの画面とか見るともうこれ成果歴然で、で何かっていうと、まあ、まずはインプレッションが直近1ヶ月とその前の1ヶ月比較するとインプレッションが 35% 増えてますと。ただやっている投稿は何も変えてません。広告とか全然打ってません。週に2本、まあ、ツイートするっていうこと、同じことやってるだけなのに、まあ、35% インプレッション伸びてる、うん、まあ、インプレッション伸びただけで、ね、何が意味のあるのって話なんですけど、エンゲージ率、これが、今まで、ね、タイトルと概要文でポッドキャストと全く同じものをただコピペして配信してるだけ、この時ってだいたいエンゲージ率が 2% とか 3% ぐらいなんですけど、今、うん、もう 7% 下ることはほとんどなくて、うまくいくときは 11% とかいく、うん、昨日公開したやつもそんな感じでなってますと、うん、そういう感じ で、 それすごい、ね、でこれが、まあ、今すぐまだなんかフォロワー増とかにつながってるわけではないんですけど、確かにツイートしてでいいねをいただけるときに、あ、なんかこの方からいいねいただくのって初めてかもなっていうふうに思われる方のいいねがだいたい各投稿、生まれてきている。要は今までインプレッションできてなかった人に届き始めてるっていうことのちょっとした、まあ、変化の表れだと思うんですよね、うん、こういう変化に、まあ、到達し始められているっていうのはここから先大きく変化を作っていく、まあ、兆候なんだろうなっていうこととか、そういう変化がもうこの1ヶ月だけも出てるっていうことをね、このツイッターアナリティクスで見れるっていうことの、まあ、このマーケターとして、ね、日々仕事している我々にとってのなんかあの食事が美味しくなってる感じ。そうですね、あのそう、ビジネスパーソンってさ、うん、多分、うん、こういう話すると多分、あ、どのくらいの露出があって CVR がどのくらいあった、うん、そうすることでビジネスをってそれが単価でかけてなんかやるとこのくらい売り上げになるみたいな会社から入るんですよね、ブレイン的に、うん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 、だけどマーケターのブレインとしては、うん、あの自分たちのオーディエンスにリーチした時に、うん、あの行動が変わるっていうのが一番マーケターにとって結構し、うん、あのなんだろう、肌感、なんだろう、しっくりくるっていうかグリップした感があるんですよね、うん、はい、うん、なんか今までやってたんだけど、うん、なんか、うん、なんか10人20人リーチしてんだけどなんか、あ、なんかいいねがつかないとか、うん、なんかあのセミナーやっても人がつかないとかで、それが、うん、なんか数に対して何パーセントとかっていう話じゃなくて、うん、そこの自分のオーディエンスの動き方が変わるって変えるっていうのが一番難しいんですよね、うん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 、例えば店舗を立ち上げた時にちゃんと、はい、あの人通りが多い時に入れたから、あ、立ち上げたから人が入ってくるだろうっていう確率を上げた、だけどそれでも人が入るあの保証はないんですよ、うん、はい、だから看板の色変えたりメニューを外に置くとか、うん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 、それでやっとアテンション行って、あ、美味しそうだなって思ってくれたから入ってくるとか、うん、はいはい、そこのからくりの実感、うん、あ、実感を得たっていうのが、うん、多分おそらく僕ら 3,4 年間頑張って勉強したことがアウトプットに、ね、うん、到達するまでの、うん、時系列で見ると多分みんな学校行ってクラス取って、うん、なんか Twitter のアカウント立ち上げて書き方も勉強してっていうのが、うん、これ先生であの AI とかで、うん、あのね、あの そういうことをチャレンジすることに苦がなければ、うん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 、すげえ結果に基づくまで結構早く意外とクレバーに到達できるんじゃないっていう、うんうんうん、なのでそのただ
なんか生産性っていう話だけじゃなくて、はい、スケールする高品質なコンテンツを、うん、作るっていう、はいはい、高品質で大規模にコンテンツを作る、うん、ノウハウっていうところが、うん、なんかここが結構新しいキーワードになってくるんじゃないかなっていうことで、僕ら多分いろんな事例持ってると思うんですけど、うんうん、でここら辺を実感して僕らみたいに経験すると、うん、やばいこれ以外に何ができるんだって話になってくるんですよね。そう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 、うん、いや、 いや面白いって感じるか怖いって感じるかまた人によって違うんですけど、うんうん、そこだよね。本当そうだと思うな。そうで一個話を戻して、僕はツイッター苦手だしたっていうところ、苦手意識をずっと持ってましたって話に戻すと、じゃあなんでその苦手意識に向き合わなきゃいけないと思ったのかっていう動機、これは紛れもなく、この先 Google の検索エンジンが今までとの戦い方大幅に変わるだろうなっていうこと、これは多分、2月3月とかにこのデジタルでも配信したチャット GPT の登場の文脈でも話したと思うけど、要は今まで1位から10位に表示できてればよかった、まあ、その中でも特に1位から5位ぐらいまで表示できればいいなっていう、この SEO の戦い、これが1位に表示しないと意味がなくなるっていう、この戦いの、まあ、あのルール変化、うん、ゲームチェンジ、これは間違いなく起きるだろうっていうことの中で、そのイスケットリゲームの1に入るってことの能力を高めることについては、まあ、これまでもこのコンテンツマーケティングやっていく上でオーガニック対策っていうところに、まあ、一定の、ノウハウとそこに対する自信を持っていた僕としては引き続き極めていくっていうことには変わらないんですけども、きっとこの検索エンジン経由のオーガニックチャンネルだけに依存していると、きっと痛い目に遭うだろうなと、うん、で情報がどん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 新しく移り変わっていくっていうこのトレンドの中で、より流動性の高い、まあ、チャンネルとしてやっぱ SNS っていうことにも今まで目を背けてたけど、ちゃんとやらなければいけないなっていう、やっぱその苦手意識をしっかりと受け止めて、やっぱりユーザーオーディエンスの皆さんがいらっしゃるっていうところにきちんと発信をしていくっていうノウハウを確立しないと、これは今までオーガニックで無広告集客できてたっていうことで、ある種ちょっとあぐらをかいてたんですけど、うん、きっと痛い目に遭うだろうなっていうことの変化に対して自分をどう適応させるかっていうところで、チャット GPT を使って自分をこのツイッター領域で成長させたっていうことだと思うんですね。うん、だそういう意味だと、苦手だっていうことをカバーするっていうことの役にも立つし、一方でやっぱりマーケターとしてオーディエンス獲得していくための今まで当たり前だと思っていたチャンネル、うん、それが機能しなくなるっていうことに対してのフィアに自分なりにアジャストしていくっていうことを実行するための手段として、うん、まあ、パーソナルトレーナーとしてこの、ね、生成 AI を活用していくっていうことにやっぱり果敢にチャレンジしていく、うん、そこに躊躇しない、そういうマインドセットっていうのはこの生成 AI がどんどん新しいテクノロジーとサービスとともに、うん、日々日頃移り変わっていく中で、やっぱりそういうマインドを持ってこの海を泳がないときっと溺れるだろうなっていうことは、なんかすごい今大事にしてる、うん、自分なりの考えとして、うん、特にこのツイッターの領域での自分なりの成長を感じながら、これをどうこの先他の領域に生かしていくかなっていう時に大事にしなきゃいけないポイントだろうなっていうところは感じますね。うん、それ面白いなと思っていて、多分今意識決定の改善の事例とかいろいろ聞いたと思うんですけど、うん、でこれってよく考えると、まあ、コンテンツ書くなりツイッター苦手意識だったところをちょっとトライするとかっていう話でいくと、うん、でその結果リードが増えるっていう、で、うん、でその前提におそらくトライするっていうこともあるかなと思っていて、うんうんうん、そもそも意識決定の前にまずトライするっていうことの大事さっていうのがあって、結局その与えられたツールの範囲だけでやっていると、うん、そこで終わっちゃうんですよ。なので、うん、表面上みんながなんだろう、バードとチャット GPT の違いで、うん、これをかけたら情報が正確だった、これ正確じゃなかったからこれ良くないとか、うん、でこれができるようになったみたいな話を多くの人が言ってるんですけども、うん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 、じゃあ具体的に僕らが言ってきた今ケーススタディっていうか、その、うん、まあ、コンテンツを書く上で苦手な SNS に投稿する、うん、でその KPI に向けて改善して調整する中で、うん、でやることのタイプっていうのが
全然違う場面が多いんですよね、うんうんうん、コンテンツ書くのは分かりやすい事例でしたと、うん、でそれを要点をまとめてツイッターにしてあの AI に、うん、AI 様の力を借りて楽しいものにしてくださいとか、うんうん、そこまではいいですよ、はい、で次はじゃあスケールするために例えば、うん、なんか違うバージョンをいっぱい作りたいとか、はいはい、今まで僕らに言ってる話って多分一つの番組一つのツイート一つのコンテンツっていうのを、うん、なんか10から1の時間でやるっていう話ですけども、うんはい、じゃあ1にできたからじゃあこれを1からアウトプット110じゃなくて1000にするっていう、うんうん、で そうすると自分たちが考えてなかった領域も考えていかないといけない、うんうん、考えただけじゃダメでトライしないといけない、うんうんうん、そうするとじゃあ何にトライしていいのかっていうところが、うんはい、すごく楽しく思える人と楽しく思わない人がいて、うんうん、そうするとあの探求心がある人っていうのは、はい、そこで、うん、あ俺今こうやって一つのバナーを作るのに、うん、あの5時間かかったのが、うん、今30秒できるようになりましたと、うん、じゃあバナーとかをじゃあ100、うん、1の時間じゃなくて5の時間で 100、うん、100、1000個作りたいと思った時に、はい、じゃあどういうツールあるんだろうってどう見るかっていう、うん、でそこで自分のシェフみたいな形で自分のなんだろう、うん、あのレシピみたいなのができてくると思うんですよ、うんはいはい、例えばあこの AI だけが進化してるわけじゃないんですよ、うん、仮に例えばカンバっていうカンバっていうのがこう、うんあのね、画像をこう、うん、あの編集するソフトがあるんですけども、うんうん、その中でも機能がどんどん上がってきてるんですよね、うんうんうん、例えばバルクに編集するって機能が例えばあったとしても、はいはいうんうん、そうするとそれってどういう機能ですかっていうと、うんCSV ファイルみたいなの用意して、で、そこの、変数にかます、あの、うん、値を用意すると、アップロードすると、うん、このバナーのここに違うバージョンのテキストが入っていくみたいな。うんうん、でそれが数秒でできます、みたいな。はい。ね、一気に56個、50とか60個とか作れるっていうね。そう。うん。じゃあそこで、あ、入れるそのコンテンツのアイデアが、ね、今は人間って多分50、100作るアイデアが少ないでしたっていう、うん、仮にね、はい。そうすると、チャット GPT なりで、あの、うんなんだろう ここに行く、ここに入れる、埋めるそのアイデアの、なんか、うん、例えば、なぞなぞ。なぞなぞに対しての答え。で、その一つの画像になぞなぞ答えっていうのを TikTok で作るみたいな。うん、それって多分すごい時間かけて作るんですよ、みんな。ショート動画を。うんうん、だけど、そういう、カンバのそういう機能を使うと、うん、100のなぞなぞ問題に対しての答えっていうのをチャット GP に使わせて、うん、それを CSV ファイルに入れて、うんうんうん、で、その動的、なんだろう、はい、画像、うんうん、再生ツールに入れて、そうすると、一気に同じインプ、なんか、ファンデーション作った方程式の中にそれ入れると、はい、ものの数分で何百っていう謎々のショート動画っていいんですよね。はい、はい、はい、はい。で、そこまで多分、あの、うん、これチャレンジしてみようって、っていうとこまでいける人って多分100人いたら1人か2人に落ちちゃうんですよ、うん、ファネルで。うんうんうん。うん。はい、そう。で、ここのクリエイティブティンキングとかトライするっていうところは相当試されると思うんだよね。はははは。そうね。ここだよね。うん、僕らのだけのクリエイティブだったら、クリエイティビティっていうかだと、うん、あの、本当にスケールは限度があるかなと思ってる。うん、人間としての限度っていうかさ。うんうん、だけど、これが例えば組織みたいな人間5人いて、うん、各5人が違うことやっていて、うん、そこで、お前何やったの？お前何やったの？お前何やったの？って、うんうん、そこから得たそのニューアイディアを一人の人間が捉えていけると、うん、そのアウトプットがかける2とかじゃなくてかける10とかになるんですよ。うんうん、ここがすげえと思うんだよ、うんうんで。それって AI の力じゃないんですよ。そうね。うんそこがすごくポテンシャル感じてる個人的には。ああ。面白いね。僕がわざわざ、ね、チャット GPT 使ってみたらいいですよって言わなくてもみんながいろいろトライしていく。そのフィアとか苦手意識を超えていくトライのメンタリティ。これを組織にインストールしていくっていうことを率先してやれるコミュニケーションを持てるかどうか。